海苔入れる。はい、今日のご飯です。ご飯そんな遠くに。ご飯そんな遠くにあった。まだ半年しか経ってないんだ、うん、まだ半年しか経ってないんだな、最優先で取り組んできました、うん、そして例えば携帯料金は値下げに向けて競争が始まっている。不妊治療も女性を大幅に拡大し、今年に入って1割以上2割ぐらい患者が増えていると報告を受けた。政策を国民の皆さんにスピード感を持ってお届けできたのではないかと思いました。その上でポストコロナ後ですよね。やはり日本は経済的にも今日外出てない、成長するようにデジタル、そして外出てないのかって、さらに地方の発信こうしたことにしっかり取り組んでいきたいと思いますし、働く内閣としてこちらぐらいに一つ一つ結果を出して、でも今日寒いわ。今年秋までに行われる衆議院選挙をめぐり、記者団が与党内から受け取れてないか、全然沈んでてない、うん、菅総理大臣は私は常に申し上げているように仕事をしっかり行っていきたいと思っている。まず記したの、そこは情勢を見て考えていきたいと思うと、菅総理大臣はもう言ってもらって予定されている、言ってもらって、すみません。今日東京新宿区の病院で新型コロナウイルスのワクチンを接種しました。うん、菅総理大臣は感動できとるわ、アメリカを訪れ、あの病院で日米首脳会談を行うことにしていて、訪問先で菅総理大臣の代表団は新型コロナウイルスのワクチンを2回接種することにしています。菅総理大臣は今日午前、東京新宿区の国立国際医療研究センターを訪れ、1回目のワクチン接種を受けました。早く受けて、痛そうだったんですけどね、痛くもない、痛くない危ないって言わなきゃ、痛いって言ったと思う。このような形で、まあ、スムーズに超えることができたと思っています。全国の国民の皆さんにですね、まあ、一日も早くお届けしなきゃならない、そういう思いに、まあ、さらに、負担を感じしました。これからワクチン接種も始まってくるわけでありますけど、国民の皆さんにやはりいろんな情報をですね、まあ、的確にお届けしながら、国民の皆さんにもワクチンを接種していただけるような、そうした環境もしっかり作っていきたい。アメリカのバイデン政権の発足後初めてとなる日米の外相会談、防衛相会談がする人すぎない人だいぶいると思う。これに続き、しない人も多いと思う。閣僚協議、いわゆる2+2が行われ、
中国を強く牽制する内容の成果文書がまとめられる中国でもおばさん死ねってアメリカの保健国庁が注射器見ただけどお金初めての外国訪問として日本を訪れていて、まもなく日米の外相会談と6年にも来たらいい方なのに、その4人の閣僚による外務防衛の閣僚協議、いわゆる2プラス2人さんが打つんでしょ。うん、一応申し込んだよ。あれ、うん、申し込んだよ。するしないかっていうやつ。する、する方に丸つくで。なんでまだこれから問診書みたいなの送ってくるはず。まだ役場からなんか送ってくるはずだ。するにしたが、今までの病気の内容やるなんて。持病あったらダメなんじゃないの。で糖尿やらそうなのか、しかし先生していいって、母さん聞いたの1月の時、うん、だからいいよ、妊婦さんはダメだって。関係ないんだ、別に妊婦さんはダメだよ。武器の使用を認める関係法を施行するなど東シナ海などでの海洋進出を強めていることに強い懸念を共有し、2プラス2の後には中国を強く牽制する内容の成果文書をまとめる方向で調整が進んでいます。今日は菅総理大臣と両長官との会談も予定されていて、自由で開かれたこれさ、雨降れば溶けるんでしょ。これ日米同盟を少しは、ね、曇ってきた早く降ればいいけど、降らないよだね、夜降るって書いてある、ね、安定的な皇位継承の官房や今日雨数の減少などの課題を議論するため、今日雨の予想なの。何個ずっと来たの。新たに6人の有識者がまた雪降るのかな、落としてた。その上から雪降るんだ。新たに設置される6人の有識者の会メンバーは上智大学の大橋真由美教授、有識者の清家敦前塾長、 JR 東日本の富田哲郎会長、わさびだったの、俳優で作家の中井由里氏、じいちゃんのわさび、慶応義塾大学の細谷雄一教授、千葉商科大学の宮崎みどり国際教養学部長です。加藤官房長官は来週も会話をすることを開くとした。安定的な声の継承を維持することは国家の基本に関する極めて重要な問題であります。また女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等への対応については、さまざまな考え方意見があるものと承知をしております。これらの課題について予断を持つことなく議論を行っていただく。加藤官房長官はスケジュールありきではなく落ち着いた議論をしっかり行っていただきたいと述べました。あ、大相撲の横綱白鵬が右膝の怪我のため春場所3日目の今日から休場することになりました。なんだ白鵬は今場所初日から2連勝しました。それ誰だったっけ。2場所19回目の休場となりました。2連勝してるのにね、どっか痛いんだな、やっぱり。右膝の怪我や新型コロナウイルスの感染で、連続休場し、復帰した今場所は、初日に3勝の大栄翔に勝つなど、2連勝し、上々のスタートを切っていました。しかし、場所前から右膝の状態が思わしくないと話し、今日病院で診察を受けた結果、右膝関節の軟骨の損傷などで手術が必要で、手術後は関節のリハビリを要すると診断され、横綱いないんじゃない。春場所3日目から休場することになりました。白鵬はこれで5場所連続19回目の休場となります。もうやめれ。師匠の宮城の親方は、本人は次に出る7月の場所で全てをかけると話していると述べて、白鵬が7月の場所に進退をかけて臨む意向を明らかにしました。また、もう次の人たち、もうじき頑張るね、優秀神経やるって現在ドルに対して、クラウスありますよ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 。19銭から20銭となっています。日中路は130円26銭から31銭となります。
履こうとね、から履きそうだよ。今日履きそうだよ。午前の終値は昨日の終値より189円85銭。これは買ったやつだ。今日か。今日82銭でした。今日。あれ。ここまで大無所。ニュースをお伝えしました。大無所でね。あら、高は軽症だとか、あー、なんだね、御嶽海やら、サンバランキングは椅子の上やら、どっちのシーンやら、なんじゃこれ。北太平洋の公海でのサンマ漁は、5月から7月まで根室を拠点に行われ、添えたサンマは洋上でロシアの船に販売しますが、なんかのどこがあるわけだから膝の中に一石の量に出ないまま右膝って言ってたんだよ。負けて休まないからかっこいいけど、負けて休んだらまたと思うけど、負けないで休んで急に休んだから養生販売を見送ることになったということです。これにより質量は断念するとみられ、ま、ね、公開での販売は2年連続で見送られる見通しとなりました。日本人の横綱って今いないんだっけ。サンマの大石公平専務理事は、この資源状況が続けばサンマ漁自体が壊滅してしまう。資源の回復、日本人の横綱いないの。おらん、誰もおらん。みんなモンゴル、モンゴルばっかりだ。うん、説明会が開かれました。1日10分やったらいいんだって。しっかり合格すると運転免許認知機能検査だって。1日10分やったら受かる。ロディルモン買ってきてやる。注意点などを説明しました。午後は政党運動を生かしていない政治家、立候補を検討したりしている人を対象に説明会を開きます。また元通りになっちゃう。衆議院北海道2区の補欠選挙は来月13日告示、25日投開票の日程で行われます。おととし札幌市でもう一人の横綱何してんの？あの、あれも休んでるんだ。怪我。傷害致死などの罪に問われている母親の交際相手の二審の裁判が開かれ、弁護側は改めて無罪を主張しました。身体かけてやる、やる。藤原和也氏は、おととし6月、交際相手の娘の池田小鳥ちゃんに暴行を加えて怪我をさせ、衰弱したまま自死で無釈をさせたとして、休んでも保護責任者遺棄致死の横綱はお前下がらんかしいやな。去年10月懲役13年大関だから下がっちゃう。横綱が控訴していました。カトバになっちゃった。今日札幌高裁で二審の裁判が開かれ、弁護側は改めて無罪を主張しました。無罪、無罪さん。弁護側が新たな証拠調べや被告人質問を請求しましたが、裁判長はこれを退け、1回で審理を終え、判決を来月26日に言い渡すことを決めました。道内公立高校の入学試験の合格発表が各校のホームページで一斉に始まりました。合格発表は感染対策のため去年に続いて張り出しが取りやめられ、午前10時にインターネットで一斉に行われました。札幌市北区の学習塾では、講師が合否を確認し、一人一人に電話をかけてお祝いの言葉を伝えていました。学校来た生徒が報告に訪れると拍手で、なんかあれメッセージをお菓子くれたのか、創作記念な。教育委員会によりますと、今年は全日制と定時制の高校で
合わせておよそ27,500人が合格したということです。ああよかったって感じでした。行きたかったところなので本当に胸がいっぱいになりました。お世話になった先生方にちゃんと感謝を伝えています。勉強はもちろん部活動も頑張っていきたい。合格発表しました、16日ね、昔と変わらないんだね。海岸向け放送、NHK ワールドジャパンの弁当エキスポ。今日も世界中からアイデア満載のお弁当で届いています。香港からは食卓に欠かせない中華ソーセージが登場。のり、味のり、そうそう、それでも、でももう誰も食べないからもったいないから、それしかないけど、あんまり違うでしょ。やっぱり味のりぐらいの方がいいでしょ。しょっぱい、あ、しょっぱい、うん、味のり、それしかないんだもん。しきっちゃうか。はい、ごちそうさまでした。野菜食べてないですけど、嫌いですか？嫌いじゃないけど、味ついてない。マヨネーズかけりゃいいな、そうだ。マヨネーズ本当に自分でかけなさい。はい、ごちそうさまでした。